やってきたのは播磨町。今回はこの町に誕生したユニークなスポットをご紹介します。まずは今年10月にオープンしたニュー播磨図書室。活気あふれる部屋の中には大きな棚に本が並んでいます。その数なんと500冊以上。気に入った本があれば借りて帰ることもできるこちらの図書室にはユニークなシステムが。本棚の前にいた女性、実は本棚オーナーをやってます。棚を借りて自分の貸したい本を置かせてもらってます。ここでは本好きのオーナーが棚の一枠分を借りてオリジナルなレイアウトでおすすめの本を置いています。現在46人のオーナーがいるんですって。大辻さんが置いているのは季節を感じる本。こちらの本棚オーナー川内さんが置いているのは奈良の観光に関する個性豊かな本。そんなオーナーたちにとっての楽しみは自分が置いた本を読んだ人の感想を見ること。自分が読んだ時と違う感想があったりしたら、あ、もう一回読んでみようかなと思うので、お客さんにとっても普通の図書館とは違う見方があるようで、オーナーさんが読んでもらいたいなと思って置いてるわけですから、それが合うってなったら交流とかも始まったりもするかもしれないし、本を通じて今まで知り合えなかった方と出会う機会にもなっているので、この空間がすごく楽しいです。人の出会いを生む図書室を運営しているのは播磨の地元情報誌を作っている有馬さん。転入してきた人が交流する場所がないとか、播磨町の情報を知る場所がないっていうので、実は町の中に人が集まるスペースがあまりなく、交流の場が欲しいという声が多かったのだそうです。本を純粋に楽しんでもらうっていうのも思ってるんですけど、本をベースとして人が集まって情報も集まってくるかなというところで、情報拠点になってくれればいいなというふうに思ってます。ニューハリマ図書室、まだまだ本棚オーナー募集中です。お待ちしてます。続いてやってきたのは住宅地の一角にある石ヶ池公園。待っていたのは先ほどの有馬さん。実はこの建物の2階にあるお店にも運営に携わっています。それがカフェハリト。このお店ちょっと変わった仕掛けがあって、カフェハリトは曜日ごとに店主とメニューが変わります。この方は月曜日担当の四方さんです。実はこちら年齢も様々な女性たちが日替わりで店主を務めているんです。普段は地域団体の運営をしている四方さん、カフェの店主をしているのは自分のためではないそうで、私を通じていろんな方がチャレンジできる場になればいいなと思いました。四方さんが販売しているのは季節の野菜や果物がたっぷり入ったベジフル蒸しパン。作っているのはまだ実店舗を持っていない若い職人さんで、味に惚れ込んだ四方さんが買い付けてこのカフェで販売しているんです。この蒸しパンを目当てにやってきたお客さんは、子供も安心して食べれるっていうのが書いてあったので、すごく行きたくて。甘いね甘いって言ってましたさっき一段階前のチャレンジとして私たちのところで販売することで、また一つ展開が生まれるんじゃないかな。また公園そのものを盛り上げようと、ワークショップや芝生を利用したイベントも行っているんです。公園っていうところをあまり利用してこなかった方とかに、自分の場所みたいに折れるっていう風なことを感じてもらえたらいいのかなというふうには思います。市街地公園で遊んだ後はハリトで一息つきませんか。お待ちしてます。播磨町のユニークな憩いの場、ぜひ訪れてみてください。